筋トレ初心者によくある間違ったプロテインの飲み方5選を紹介していきます。特に最後は勘違いしてる人多い。それではいきましょう。1つ目は朝プロテインだけを飲むことで、プロテインは炭水化物と一緒に摂ることでインスリンが分泌され、タンパク質の吸収効果が高まるので、朝忙しい人でもなるべくバナナやおにぎりなどと一緒に食べることをお勧めします。続いてはプロテインを1日1回しか飲まないことで、筋トレをして筋肉を大きくしたい人、自分の体重 ×2 倍くらいのタンパク質を摂取しましょう。1日に数回に分けて摂取し、僕の場合は朝とトレ前と寝る前に飲んで真似してみてください。3つ目は1回に摂取する量が少ないことで、1回の摂取量が 10g 程度の方はかなり少ない。僕の場合1回で30から 40g 摂取して、最低でも 20g は取りたいところで、またコンスタントに摂取することが大切になります。4つ目は食事の直後に飲むことで、晩ご飯なのでメイン料理で肉や魚を食べると思うので、せっかくなら食事のタイミングと3時間ほど1日を通して常に血中のアミノ酸濃度が高い状態にしておきましょう。最後は1日1回しか飲まないことで、たとえその1回で大量に飲んでも一度に吸収されるタンパク質量は上限があるので、数回に分けてコンスタントに摂取しましょう。ちなみに僕が愛用しているプロテインは現在最大 55% オフのセールをしており、こちらのコードを入れるとさらに 15% 安く、興味があれば試してみてください。